ネル開設者で実業家のひろゆき氏46が9日ツイッターを更新。日本の低金利を嘆いた。ひろゆき氏は米ドルの外貨通貨預金の金利表を調布した上で、米ドルの外貨定期預金が 4.5% 500万円貯めると、寝てるだけで22万円が毎年入ってくると解説した。外貨通貨預金は、為替の変動などによる損失のリスクはあるものの、かなりの高金利といえる。現在の日本のメガバンクの定期預金の金利は 0.002% 程度。100万円預けて20円程度の利息しか得られない。ひろゆき氏は外貨通貨預金の金利と比較し、日本の金利もそれぐらいだった時代があったんですよね。となど嘆いた。日本はバブル前盛時代の1985年にはノーリスクで年利 5.5% という今では信じられない高金利だった。